今回は、下等が呪詛師落ちしたきっかけが多すぎるに対する読者の反応を紹介していきます。リコちゃんパーン、パパグロに乾杯、パチパチパチ、親友は最強になった。ゲロ雑巾、それはありだ、昇級による任務任務&任務、下半身のない灰原。もうあの人一人でよくないですか？村のあれ多い、ここまでしないと落ちないんだもんな。メンタル弱いとか言われてるけど呪術師向きじゃなかっただけでよくここまで耐えたよな。潜水オマージュって言ってるしそれありきで考えられたとはいえ多い。状況が悪いわ、どっかタイミングずれてたら落ちる時期遅れて誰かケアしてくれてたんじゃね？せめてあの夏が忙しくなくて学長と一人一人面談できたり同期三人でバカ遊びできる時間が取れたりすればそれだけでも違ったと思うんだよな。学生が一人で来る日も任務活かされて暑くて気もめいる中毎日のようにゲロ雑巾義務的に食わなきゃいけない状況とかそややむは呪術界に元からいてその世界に慣れてるってわけでもないのに。呪術師向きじゃなかったっていうのもよく言われてるけど別に呪術師向きじゃなかったわけでもないと思う。ぶっちゃけ高すぎるプライドと現実の折り合いをつけられなかっただけだよな。狭い視野で一方的に人間の上下作った時から終わってたんだ。メンタルが呪術師向きじゃないって言われてるのは戦う理由が他人由来だからだと思う。普通に仕事してても責任感だけでやってるとメンタル病みやすいし、ここまで積み重ねられないと作者が納得できないこと自体が下等の根っこの部分の善良さや強さを保証してんだよな。最終的に選んだ道は肯定しようがないけど悩んで苦しみながらも耐えた時間については本当によく頑張ったよこいつ。ネタだけど呪詛師になるように作られた道を歩ませてるからこれは。個人的にはつくもさんに悪気がなかったとはいえあの問答で秘術師を猿だと断じるいびつな思想に大義名分を与えてしまったのがだいぶ痛かったと思う。作者がそこ言及してたね。下等の離反に納得がいかなくてつくもとの問答を即したって。ここまで現実のクソっぷりを見せつけられてもなお続けられるというかやめられない根っこの強さが半端にあったのがなおさら悲劇だよな。普通の術師ならパパグロにボコボコにされたとこかリコちゃん助けられなかったとこでメンタル病んでそもそも呪術関係から離れて一般人になってもおかしくないのだから。普通の人は仲良くなった護衛対象が目の前で死ぬだけでも16やそこらで経験するには重すぎる人材不足のくせに貴重な若い特急のケアを丸投げしている体制が悪いわ。メンタル病んで退学の方がよっぽどマシだったのに精神力と責任感が悪い方に働いた。読み返してみると下半身のない灰原に布をかけて七海のメンタルケアしてるのが下等であることが歪みで頭抱えそうになる。後輩のメンタル気遣って痛い処理してるやつまだ呪術界入って3年目の17歳なんだが、過去編の感じからしては茨や七人五条のメンタルや肉体のケアしてたの下等だったんじゃって思ってしまうんだよな。だからこそ下等は周りから大丈夫だと無条件で思われてたらしてやが学長も何が何だかって言ってたのかもしれない。もし仮にそうだとしたら周りのケアしてた人間が自分のことをなおさら言えるわけないんだよな。しかも同じ呪術師で同じように命かけてる存在なわけだし、呪詛師になるために作られた存在というのはそうだけどそれを抜きに考えるとタイミングが一つでもずれてたら多分呪詛師にはならなかっただろうなって思う。それくらい下等のメンタルと責任感って異常なまでに強い。それこそ下等もしっかりイカれた側の人間だった。猿の方はいろいろと思い詰めて自己暗示するくらいなのにストレスの呪霊玉は当然のように飲み続けてるのなんかもう笑っちゃうんだよね。自分だけが受けて完結する苦痛に対しての優先順位が低すぎる。高専のメンタルケア体制どうなってんだよマジで。これ怪我の手当ては多分全部翔子さんがやってるんでしょ。五条は別だけど、なんかこう呪術界にカウンセラーとかスクールソーシャルワーカーとかおらんかったんか。伊地知さんが入学した時にはすでにやつれてたらしいけどそんな状態でも普通に任務こなせるくらい強かったのもなんというか、あの七海が攻める気にはなれないってのがもうね。どっか一個でもずれてたら誰かケアしてたかもしれんが、こいつ多分助けてが言えないやつだろ。よく先民思想と言われる弱者救済の正論も下等のバックグラウンド考えると16の子供がいたって当然の考えなんだよな。生まれた時から一人だけ化け物に囲まれて育ってわけもわからず地獄みたいな味のもの食って、なんで自分だけこんな能力が？ってなった時にそれが肯定される世界に放り込まれたら、そりゃあもう思う力に意味を求めることがまんま下等にとっての自己防衛で自己肯定で自己形成やん。
それが成長するにつれ自然にもっと身近で肩の力抜ける理念に変わってくはずだったのに、その前にいきなりその事故の価値が揺らいだら怖いに決まってるのに、誰にも話せないから、誰も気づけないから、どうして弱者救済って先民思想なん？ほな煉獄さんも陽光戦時代から先民の片鱗があったとか言われてるけど、自分はそうは思わないって話。あの下等の思想って子供が大きすぎて綺麗すぎることを言ってるから、ある種歪みにも見えるけど、ファンブック見るに呪術界の根底にある考え方と同じだし、まあ人それぞれ捉え方は違うと思うから批判する気はないけどね。いやごめん、その片鱗があったって言われてるのを知らなくて、煉獄さんがなんか似たようなこと言ってたなみたいに思ってたんだけど、ほな煉獄さんもそう言われてんのかなと思ったりして、そもそも他作品のキャラだしすれちよな、すまん。あーこちらこそごめん、そもそも他のスレで見かけた話題とか出さずに自分の考えだけ言えばよかったわ。下等は思想が歪んだ後の姿の印象があるから、それもあるかもしれない。自分も煉獄さんがそういう風に言われてるのは見たことがないな。煉獄さんは弱者を見下してないから、下等は太歌姫とか見たらわかるけど、最初から自分よりも弱い人間をナチュラルに見下してるところがあったしな。個人的には別に見下してたとは思わないな。歌姫のあれはナチュラルに弱いもの扱いしてること自体に対して煽ってると言われてるわけであって、弱いことを見下してはいない。そもそも下等って離反語も守るべき弱者に位置づけられるのがマイノリティである呪術師に変わっただけで、弱者救済の思想は変わってないと思うんだよね。個人的には弱者を下に見る傾向が全くなかったとは思わないな。下に見ていた人間が自分たちを消費する側だったからこそ嫌悪を募らせた感じだし、守ってやっているっていう優越感が思想を歪ませた部分もあると思う。なるほど、そういう考えもあるのね。自分は下等が秘術師を見下し出したのは弱いからじゃなくて、自分たちでは対処できない問題を他人に対処してもらっていながら安全な場所で術師を敷いてあげているからであって、むしろ強い立場にいるからだと思う。これは下等の偏見であって、強い弱いで分断できるほど単純ではないけど、あくまで下等は虐げる側が嫌いで、力を持ちながらも弱い立場に立たされる強者を虐げられる側に据えちゃった結果なのかなって。下等が灰原みたいな明るくて素直ないいやつを好ましく思っていて、向こうからも慕われて先輩後輩として仲良かったのがなんか好きなんだよな。こいつら殺すか？いい、意味がない。あの時自分がこう言った手前、自分が同じような心理に陥った時、親友に助けを求めるなんてプライドが許さなかったのもあるんじゃないかな。歌姫とのやりとりを見ても学生同士の慣れ合いって感じで、下等が弱い人間を見下してるタイプだと思わなかったんだけど、少数派なのかな。業界の事情に通じている高専 OB のスクールカウンセラーを受け、そもそも高校生相当の子供だけでエグい仕事させるな。特急とかそれ以前に学生であることを考慮してほしいんだが、人手不足なんだよな。その付き添いで誰かが他の任務に行けない間に誰か死んだら、学生側も逆にダメージ食らうだろうしな。どうすりゃいいんだ。万年人手不足なのもあって休学しようにもできないし、本人の性格がまたそれを許さないだろうからな。